取引を行いましょう。はい、ご視聴ありがとうございます。信長の野望大使、ウィズパーピット。軍主家シナリオの石田三成編ですね。そうですね、武田さんが二条取ってくれましたね。で、戦争してるのにこっちには行ってくれない。うちの領土をまたいでは行きたくないってことですね。わかりました。で、あとで、こっちの戦争終わってからね、配置替えしましょう。はい。ということで、進めていきます。あ、お金欲しい、あげます、あげます。いいですよ、いいですよ。この城、もらい受けるぞ。いいですね。かたじけない。じゃあ、ここ。いや、ここだよね。1万6000の2万4000で来る。勝てない。ここは勝てない。こっちの裏を通ってさ、裏を通って、こっち行こう。飛び越えていこう。我に続け！じゃあ進めていきます。義の刃に散れ。あー、ちょっと足んないよ。義の刃に散れとかそんなかっこいいこと言ったって勝てないんで意味ないって。うわ、強っ強っ。ただここは1万6000の、あ、2枚来ちゃうか。ダメだね。強かったね。まず、あ、こっち出そうか。47日。こっちは勝てそうだね。あと何ヶ月？あと2ヶ月ぐらい？どうなんだろうね。いざ、参ろうか。いざ、参ろうか。多分、出すだけ出して、結局、先月の収支を報告、撤退しそうな雰囲気ですね。ゲッチ。ただ、あれなんだよね、武田さんと豊臣の戦争が終わらない限り、こっち何もできないですからね。かしこまった。勝手に頼んでもないのに、頼んでもないのにね、武田勝頼さんがね、戦争してきましたからね。強行。ここは勝てるんだよね。確か勝てるがここにしたんだよね。確か後ろね、勝てる勝てる勝てる。じゃあ進めていきます。負けるわけにはいかない。ちょこちょこ舞台が解散する。舞台が潰されてってますね。2万3000集めてきたか。どっからこの1万4000集めてきたんだろうね。よくわかんないね。よくわかんないとこにいる。では、進めていきます。これ、勝てないね。出るぞ！勝てないね。こっちちょっと行ってみようか。武将ゼロなんで。参ろうか。進めていきます。
ああ、声もかけられちゃった。報告いたします。ご命令を。まあ、これが最後の戦いになるかな、そうなったら。まあ大丈夫だね。あれ？なんで本田さんあれなの？交渉しよう。進言しよう。いや、本田さんになんか嫌われてるんだけど、マイナス60で。ああ、こっちと仲良くしてるから嫌ってんのかな？あれ、武田さんにも嫌われてる？進前できる？進前してちょっと、回復してほしいんだけど。かしこまりました。じゃあ進めていきますけど、とりあえず、舞台いっぱい出さなきゃダメだね、これ。こっちの方が有利に当たれるね。こっち行こう。後に続け！最終決戦なので、ちょっと、奮発して、いつも2万ぐらいしか出さないですけど。参ります。ちょっと多めに。ここは別に出さなくて、多めに出さなくていいもんね。参ります。とりあえず適当に出します。あとは2万ぐらいの兵を、2部隊。参るぞ。で、まず大阪城に行かせて、我に続け。ここら辺からまた2万ぐらい出して、3万ぐらいでいいか。3万ぐらい出して、後に続け。参る。で、ここに行って、後に続け。またこの辺からも出そう。この辺から2万、3万ぐらい。参りましょうか。手を打ちましょう。参りましょうか。もうちょっと出せるでしょう、この辺から。続け！参るぞ。でもよかったね。これ、毛利さんがさ、攻めてこないだけさ、続け！毛利さんが攻めてくるとさ、ね、あれだもんね。一気はすごいもんね。これってさ、毛利さんとさ、神前をさ、深めれば、同盟できるんじゃないの、これ。かしこまった。交渉で、交渉、ま、今はできないけどね、そのうちできるようになるでしょ。じゃあ、ちょっと進めていきましょう。これ勝てるね。みんな、見事な戦であったな。じゃあ、こことか、ちょっと、戦場見よう。6、3、ここは無理だね。ここに行ってるのは、位置変えなきゃダメだね。ここは、多分大丈夫でしょう。手前で絶対潰しちゃうからね。ここ狙ってる線を変えよう。これか。行くぞ！ここは落としちゃダメ。ここはもっとダメ。なったらこう行って、
ここ？こっちのがいいね。ここを通過して、こう行こう。出陣する。よし、進めます。方位。勝てるんだよね、こう私は。水攻めで行こう。この戦、勝ちはもらったぞ。かたじけない。でここ落としたんで、じゃあこっちかな。5万7000。絶対勝てるね。こっちも勝てるね。まあ、こっちで、潰しとこう。出陣するぞ。もう勝てるね。我らが力、侮ったようだな。勝ち時をあげよう。かたじけない。そしたらこっちか。我に続け。進めていきます。方位35日。では進めていきます。報告いたします。先月の収支を報告いたす。表情を始めましょう。こんな感じでいいですね。軍事と論議で65。これにて表情を終わります。まだ取れないね、これね。あと軍事が89。ご命令を。ノエセルやります。我が妻、やはり天下無二のものですね。交渉とかってどうなの？できなさそうだね。とりあえずこれ使っとこう。我が妻、やはり天下無二のものですね。できるようになるのかな、同盟ね。進めていきます。志果たさずして賞は終えられぬな。浅はかなり。方位で。進めていきます。どうなんだろう、ここ。勝てないところじゃないのかな、多分。わかんないな。あ、でも勝ちは揺るぎません、出てるんで、ありがとうございます。まだまだ若い者には負けぬわ。方位47日、いいですね。そうすると、浮田さんもう滅びるね、多分。戦場大丈夫かな、確認します。いざ参ろう。大丈夫だね。2万対1万2000なんでね。じゃあ進めていきます。みんな気合を入れろよ。ここ勝てるね。戦に勝つがこの無夫の役目よ。強行70日。こことたならもうこっち攻めて大丈夫だね。攻めます。進みましょう。絶対ここで赤道目、赤章があるんだね、ここにね。では進めていきます。みんな気合を入れろよ。方位91日ですね。勝てます。どうなんだろう、ここ戦場見てなかったね。2万対1万いくつじゃなかったかな。みんな、見事な戦であったな。確かそんな感じでしたよね、ここね。5万7000。そうだったんだ。はい、では進めていきます。
定数で一緒だね。あ、ここ安心できるね。志果たすまで決して負けはせぬ。報告いたします。先月の収支を報告いたす。ご命令を。取引を行いましょう。ありがとうございました。じゃ進めていきます。浅はかなり、勝てるでしょう。戦に勝つが己の不の役目よ。はい、取りましたね。かたじけない。で、四国とあれは分断した感じだね。強行27日いいですね。四国と今度は分断したんで、したら、じゃこれ、こっち行ってもいいし、下行ってもいいし、どっち行った方がいいのかな。C と A。A の味があるからこっち行こう。進め！じゃこっちからさ、ここに出そうか。1万？この辺とかなんかいるんじゃないでしょう。1万とか用意できないでしょ、多分向こう。進むのだ！用意できないと踏んでます。浅はかなり。勝ちは分かりません。あー、ダメだった場所だ、ここ。参るぞ！そう、ダメだった場所、ここに来てもらおうか。進め！49日ですね。そうすると、結構また一部台潰されちゃうと結構潰されちゃうんだよね。志果たすまで決して負けはせぬ。かたじけない。まだ水攻めでできてる。一応部隊はあるんだね。少ないけど。どのぐらいの部隊？うわ、すごい、かなり低い。これこっち行っちゃったね。要するにでここポコッと行こうか。今行くとあれでしょ、こっち来るでしょ。うん。かかれ！あー、ダメだこれ。我らとて負けられぬのでな。片付けない。6200。行こうか。勝てるね。じゃあ、これは、こっち行こう、ビッチ。ここ、部分入場します。これが弱いね。なんで、たまになんかあるんだよ、こうやってね、プープーって できないときね、合流ね。まあそういうときにはもうここから出兵すればいいんですけど、解除で。これでいっか。ヒトラーは置いときましょう。我に続け。皆の者、我に続け。で、1万あれば多分なんとかなるんで。なんかこっちになんか行ってるね。行くぞ。ここに行けば勝てますね。我に続け。進めていきます。待機する。誰か待機しちゃったね。あ、これは待機しちゃったんだ。皆さん、
これからも私を支えてください。違う、こいつじゃない、待機したの。これか。女の子の声だったもんね。参るぞ。ここ負けちゃうんだもんね。行っちゃダメだよね。ここももっと負けちゃうんだもんね。こう言って、こう言って、こう言って、こう言って。ここ行こうか。出陣する。じゃあ進めていきます。ここも分が悪いんだよね。どこだ、ここ。ああ、ここ、強行で大丈夫です。ここも強行でいいんじゃないのかな。ああ、ここは、方位ないけど、まあ、とりあえず強行にしとこう。ここ、方位35日で方位しときます。じゃあ、どうしようかね、これ。ポイントも36あるんじゃないの？あ、まだポイント足んないね。まあ、これでいいか、行こうか。時をあげよう。ありがとう。はい、ではこいつらを向かわせましょうか。とりあえずここの弱い場所に向かわせてみようか。進めていきます。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。毛利の対面が待ってる。毛利はもう仲間にするって、交渉で、もうちょっとダメだね。もうちょっとですね、毛利さんとはね。では進めていきます。この城、もらい受けるぞ。いざ参ろう。これ大丈夫だね。多分1万8000も用意できないね。進めていきます。あー、これ負けちゃうね。勝てないね。そしたらこれはもっと、こっちはもっと勝てないんで、こっち遠回りしてこう行きます。出陣するぞ。6200いけるんじゃないの、これは。あ、あと14日でも交渉ついてるけど、あれだね、こっちが来るから時間稼ぎだよね、あと3日のためのね。あー、これ勝てない、勝てないね。悔しいね。そっちで勝てないとこっちも勝てないもんね。行きましょう。勝てないね。こっちからなんか出す？皆の者、我に続け、行くぞ。皆の者、我に続け。行くぞ。勝てない、勝てない。まあ、とりあえずこっちに向かわして、これはまあ、勝てないからしょうがない。もう一部隊どっかから引っ張っていきましょう。まあ、いいか、これで6万。いよいよ4万で。行くぞ。どっか使い道あるでしょ。この辺、準拳場作らないと、勝負にならないね。
とりあえずここ行こう。後に続け。強行で行きます。これ、ま、巻きたんだよね。優雅な戦で。あ、ここじゃなかった。ここは勝てました。よかったよかったよかった。ここね、巻きたんだよね。でも次の舞台が迫ってるんで、とりあえずね、進めていきます。この城、もらい受ける。かたじけない。したら追い払えましたね、あのこっちはね。ただこれはあれだ、ここで行くぞ。あの出陣するぞ。国境警備します。あと3回の戦争は続くんで。皆の者、我に続け。この城、頂戴いたします。3万600。ここはいける、勝てるね。戦場広い、ね、待機せよ。報告いたします。先月の収支を報告いたす。表情を始めましょう。いや、軍事とろみでね。これにて表情を終わります。これ愚足取りたいからね、もう少し我慢しよう。ご命令を。はい、ということでね、27話この辺終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。